第9回中華民国立法院選挙は2016年1月16日に行われた中華民国の立法府である立法院を構成する立法委員を選出する選挙である。なお、中華民国の元首である中華民国総統を選出する総統選挙も同時に実施され立法院選挙と総統選挙のダブル選挙となった。前回選挙で大敗した民主進歩党は 中国国民党副主席で、前、台北市長である、各劉武氏が落選するなど、伝統的に国民党の拠点である、台北市、台中市、カレン市を筆頭に、全国的に圧勝した。2014年に発生したひまわり学生運動を、きっかけに設立された、新党、時代力量は5議席を獲得した。立法委員の任期4年が満了したことに伴って、 実施される選挙である。立法院の委員定数は113名でこのうち、選挙区と比例代表及び、海外華強のほか、現住民をそれぞれ選出する仕組みとなっている。選挙の結果、馬英級総統の与党である、中国国民党は議席を大きく減らし、議会、第二党に転落。総統選で、蔡英文を当選させることに成功した。 民主進歩党は68議席に大きく、議席を伸ばし、過半数の確保に成功した。初の国政選挙となった、時代力量は、民主進歩党との選挙協力などが功を奏し、議会第三党となる5議席を確保した。新民党は比例代表で、時代力量を上回る得票率を得たものの、選挙区で議席を確保できず、現有維持の3議席となった。 民主進歩党中国国民党新民党、時代力量無党団結連盟無所属補欠選挙、議席獲得政党の比例名簿の掲載順に、記載繰り上げ当選第09回立法院選、挙行選人得票数中選会。第09回立法院選挙行選人、得票数中選会。第09回立法院選挙行選人、得票数中選会。第9回,回,回立法院台北市。 第2選挙区結額補選抽選会。第9回立法委員、宇内中市第5選挙区結額補選抽選会。第9回立法委員昇華圏第一選挙区、結額補選抽選会。第9回立法委員台南市、第2選挙区結額補選抽選会。第9回立法委員勤門県選挙区、結額補選抽選会。第9回立法委員に来市次第参選挙区。 結学補選抽選会。105年全国不分区及び、共挙国外国民立位選、京産抽選会。105年全国不分区及び、共挙国外国民立位選、京一抽選会。ありがとうございます。